はいえー、皆さんこんにちはえレクセニコシノバッタですえー、今日はですねえー、タイプ別合格の取説ということでえだいたい一時間ちょっとぐらいですねお話をしていきたいと思いますえー、担当しますのはレクセニコシノバッタですよろしくお願いしますということであのー、まあ、実は今日このイベントで初めて全国に中継されるということになりまして結構緊張はしてるんですよね。 はい、なのであの初めてここにいらっしゃる方とあとはね中継先のまだ見ぬ方々に対してお話をするということであの緊張はしていますで「合格講座」っていう初学者向けの講座で収録やってますけども結構スタート失敗するんですよね「あのこんにちは」がうまく言えなくてで「テイク2お願いします」とか結構言って迷惑かけてますけども今のところうまくいってるんじゃないかと思いますのでよろしくお願いします。 今日ですねイベントを行うにあたって配布資料がありますので確認をしていきますでメインはこちら今映してますけどもまあ、あの今日のイベントタイトル名が入ったものをですねまあ、こちらを使っていきたいと思いますえ今日はですねもうお昼ぐらいからずっと行政書士イベントやってますので例えば今日横水先生がねイベントをやってらっしゃることもあるのでまあ、そこでお話をされたことと内容が重複することはあるかもしれませんけどもあのそこはご了承いただきたいと思いますでまあ いろんな先生がいていろんなことを話していくので、まあ、例えば、ね、横水先生もおっしゃっていて、まあ、僕も今日お伝えすることが同じことがあるならば、まあ、それは特に大事なことだというふうにして認識をしていただければと思います。あと授業では使わないんですがいょ、はい、ちょっと参加特典として、まあ、改正民法対策レジュメをお配りしています。あのまあもちろんね このページ数的に全部改正民法が載っているわけではないんですけどもちょっと見といてほしいなっていうものを抜粋して皆さんにお配りしてますのでよかったら使ってみてくださいということになっていきます。はいということで、えー、っとまず、まあ、名古屋でも先週ですかねイベントやらせていただいて、まあ、その時はね当然僕のことを知ってらっしゃる方が多かったので特に自己紹介なんて、ね、いらなかったわけですけどもちょっと今回ね あのこれ今皆さんの手元にはないもので今、映しているだけなんですけども簡単に自己紹介だけあのさせてください。あの名古屋で生まれて名古屋で講師をしています。でまあ講師始めたのは2012年からですねなのでまあ9年目とか8年目とかそういう形になっていきますけどもあのそうですね、まあ、いろいろと書かれていますけども、うん、結構、ね講師歴は長くなってきましたと。 で今日後でお話をしていきますけどもあの今日合格の取説をまた皆さんにこう説明していきたいと思うんですけども、まあ、その中で僕の講師歴役に立ったなと思っているのがこの公務員講座を担当させててもらっていることなんですよねで皆さんもご存知かもしれませんけども行政書士あの試験受けて合格するためにはあの過去問だけだと正直きつい面は出てくるんですよね。ですからネット見ても、ね、結局 まあ、過去問プラスアルファですか公務員試験の問題解いてくださいとか司法試験問題解いてくださいということをお伝えすることは多いと思うんですけども量が多すぎますすよね、はい、量が多すぎるのでこうどれをやったらいいかわからないということもありますから、まあ、あのその中で僕は講義ですとか今回取説の問題集作った時にもまあ 公務員講座で培ったノウハウを生かして、まあ、このテーマで、ここならば試験出るかもしれないからということで厳選した問題、あの、作ることができました。なので、一つコールシーケの中で、僕は公務員講座やっててよかったなということにはなっていきますね。まあ、あとは、2018年からですか。あの、初学者向けの講座も憲法だけにはなりますけども、担当させていただきまして。あとは通信限定の講座ですね。まあ、今年も多分実施できるんじゃないかなと思いますけども。あの、記述の対策講座をね。 今年もやると思いますので、またよかったら使ってみてください。はい、ということですね。で、まあ名古屋でイベントしたときはね、うん、まあ、これも見せたんですけども。 ほとんど知ってる方だったのでなんで僕、講師になりましたかみたいなことを30分ぐらい話してね受験生からすると何あいつは30分喋ってるんだってことになったかもしれません。で今日全国中継ですしね梅田駅前本校さんの方も僕のことをそんなに知らなくてもいいと思うので、まあ、自己紹介これぐらいにしておきますけど、はい、よろししくお願いしますで今日、皆さんにお伝えしておきたいことがまずあります。うん、で特にこれも お配りしたレジュメに書いてあることではないので、まあ見てもらうだけで構わないんですが。はい、今映しています。あの今日皆さんにお伝えしたいことは正直ただ1点ですね。あの、ここにいらっしゃる方は初学者の方いるかもしれません。そして昨年受験したけど、もうまくいかなかった経験者の方いるかもしれません。え、さらに予備校を使っている方、もしくは使わない方いるかもしれません。いろんな方があのいらっしゃると思います。 で、それは問いません。とにかく今年の試験合格をすることを考えていくならば、あの A B ランクね、はい、まあ千引くまでもないんですが、A B ランクを徹底的に固めれば限りなく合格に近づけるんだ。で、そのために何を意識しておけばいいんだってことを中心に話をしていきます。ただ、その A B ランクって僕あえてぼやかしたわけですけども、A B って何ですか。 っていうことですよね。うん。で、あの二の意味があると思ってください。A. B. ランクは。二の意味があると思ってください。一つは、あの本試験が終わった後に正答率が出るんですよね。レックがこう集計したもので正答率が出てくるので。例えば正答率をもとにした A. B. C. ですね。まあ、これも講師によって変わってくるので、例えば正答率が六十パーセント超えてるよ。みたいなものは僕の中では A. ランクと言ってます。 そして50%ぐらいかなっていうものが B ランクでそれを下回っていけば C ランクという形で僕は簡単に説明していますなので一つ A、B ランクと今日いろいろお話はしていきますけれども一つは正答率ですねうんでもう一つがあのテキスト皆さんねお使いのものがあると思うんですよでその中にもだいたい A とか B とか C って振ってますよねうん でその A B C もまあ同じ A と B と C ですから連動していきます。はい。なのであの本当のことを言うと若干違います。本試験の正答率 A B C と皆さんのテキストの重要度 A B C は変わってくることにはなります。で少しお話はしていきますけども、まあ、この話を聞いた後は基本的にイコールと思ってみてください。でその話についてはお配りした資料をですねこちらを見ていけば大丈夫です。 先に2ページを見ていただけるといいのかなと思いますねはい順番前後しますが2ページ見てみてくださいはい、まあ、今日の講義の前提ということになりますけども、まあ、テキスト重要度表記と正答率の関係性というものになります、うん、で一般的には、まあ、まずテキスト表記でお話をしていきますけども、まあ、A とか B とか C とかあると思うんです例えばそうですね 民法まあ改正かかってますけども意思表示って基本 A なわけですよ、ね。あと代理って A なわけですよね。で重要度が A ということは皆さんがそれだけ意識をすることになります。で過去にもよく出てるから A という話にもなるので繰り返す頻度は高いですよね、うん。よく出るからたくさん繰り返す。で繰り返すだけ知識が定着しますから 基本的に本試験でも正答率は高いはずなんです、はい、で逆に B とか C あたりになってくるとまあもともと受験生もそんなに意識はしないですし取り組む問題数も少ないですなので繰り返しの,、まああの頻度も少なくなっていきもし万が一試験で出た時も正答率が低いんですよね。なので一般的にはこの重要度表記ですねテキストの ABC はい。 重要度表記とあとはその本試験での正答率は基本的にイコールだと思ってます、はい、ただ一部だけ当てはまらないものがあるので、まあ、少しスペースがありますからねあの書き取ってもらうといいかもしれませんしあの考えてみてください、はい、皆さんが勉強してきたものであれ正答率が低いぞでもテキスト重要度が高いぞとなっているものってあると思うんです はいまあ、典型例はおそらくここでしょうねちょっと大きめに書きますけども、うん、おそらく商法あと会社法ねはい、うん、商法会社法っておそらく設立って株式会社設立はテキスト多分 A ランクになってますよ。 ただ本試験の成績ですねの正答率を見てもらうと50%いかないことが結構あるんですよね。まあ商法相続は全体的にそうですけどもこの商法会社法に関しては重要度がテキストは A となっているんだけども正答率が C ということは結構ありますね。あとは同じような形で行政法の一部にはなりますけども。 地方自治法ですね、はい、地方自治法も結構法定自宅事務と自治事務の違いとかねあれ結構試験には出てくるので A ランクにはなってるんですけども、まあ、正答率見るとと C ランクいことが結構あります、はい、なのであの上の今映してて蛍光ペン引いたところね重要度テキスト表記 ABC と本試験正答率高い普通低いが基本イコールなんですが まあ、商法会社法と地方自治法はそこが合わないことがあります。あと書くまでもしませんが、そうですね。行政法だとね。行政不服審査法がその傾向ありますよね。a ランクだけど、ちょっと正答率が低いものがあったりします。はい、あそこの違いはあります。うん。ただ基本的にはいいですか？重要度。 テキスト a b c が正答率 a b c にはなってくるということが今日の前提です。はい。で、その上で。このレジュメ一ページ戻していただけるといいんですが。まあ、本試験の発表がありましたので、一応データは入れています。まあ、若干ね、あの、横本先生が出していたものと、まあ、小数点とか若干違うかもしれませんけども。まあ、概ね同じだと思ってください。 はい。でこれから始める方ではなくて、まあ今年ですね。まあ去年受けた方で今年も頑張ろうとする方向けの話にはなるんですが、はい。あの何点ぐらい昨年得点ができてればあの力があるのか、もしくはないのかの判断基準にはなります。で、これいろいろ書いてますけども、今日はもう2年分ぐらいで構わないです。 はい、直近2年分ぐらいで構わないです。はい、でレックの成績リサーチを見たときにこれ択一だけです。記述は省いてますから240点満点の中で見てますけども、はい、まあ平均点が出ています。よで足してるとそんなに昨年と一昨年ですか19年18年って変わらない気もするんですけども。 それ皆さんご存知の通り一般知識がががすごく得点が高かったのが影響してますよね法令は低かったが一般知識が高かったので合計点はあまり2018と変わらない形になってます。なので本当の力を見ていただきたければ一般知識は今回あまり見ずに、まあ、法令の得点、はいまあ、速攻ですね。 を見てもらったときに、まあ、当然これ10点ぐらい差が出ますのでやはりまあ2年分比べるならばですが2019年が難しく、まあ、そこと比べたらですよ比べたら2018は優しかったのかなという話です、うん、で今年の合格発表があって一番右ですけども 記述採点が甘かった話って聞いてますかね僕もいろんな合格者の方から話聞いてますけどもやっぱり試験が終わった後にね話を聞いたときにはちょっと合格できないかもしれないなんていうことをずっと言われていてただ蓋を開けてみたら全然余裕で合格してましたという方が結構多かったんですねまあつまり僕も厳しめに記述の添削してし,てしまうんですが そこと比べると、まあ10点とか15点ぐらい高く点数ついてるわけですよ。はい。なので受験生としてはこの記述の採点っていうのがね、結構ブラックボックスにはなってきますよね。で正直記述の採点あんまり関係ないなと思ってます。はい。まあ今日の話の前提ですが、A と B のランクしっかりやってもらったら、記述の採点が余るかろうが厳しかろうが合格はするんですよ。はい。 そこはまた、ね、話をしていきまますが、はい、まず、えーまあ、昨年受けた方からするととりあえずね、まあ、108.7っていう点数ありますが、まあ、法令だけ見てそこに近い点数取れてるかどうかですね。で取れてれば、まあ、力はそこそこあるけども取れてなければ力がないということに強引にはなってしまいます。でこれは平均点点でで見てる数字なので別の別観点から まあ見ていきますけども、はい、下のところね、ま特に詳細というふうに書いておきました。で、正答率で見てます。例えば各科目の正答率が60%以上のものだけ足し合わせたら何点ぐらい取れますか。まこれを僕は A ランクという言い方をしてます。はい、ここがいわゆる正答率で見たら私の A ランクね。 はい、でもうちょっと押し広げて 50%, 台,です、はい、50台、です台ちょっと幅が狭いんですけどこれ僕の中では B ランクと言っています、はい。で、A ランクですね、正答率60%だけ足し合わせると、卓越得点140点。 で50%台も入れちゃうと、まあ、16点プラスなので156です。ただお伝えした通り昨年一般知識のまあ点数が皆さん取れたので本当の力を測るんだったら、はい、横に書かせてもらいますがしょ、うんえー、例えば A ランクの得点の横ですねあの100点と、まあ、書いておきます、うん、これホールだけです。 一般知識の点数除いてールで100点ね。はい、で同じく右にも移して頂い,いて50%台の問題のールだけ考えた時にはプラス12。はい、ですからこれがえー、っと100すいませんえー、っと。 112点でですすねね、うんうん、なの,であの近い数字は出ますよ、ね、正答率の何以上だけ法令科目出したときに112点欲しいなっていうものと実際にレックに成績出してもらった方の平均もいいですか、えー、108.7だから近いんですよね。はい なので、だり百十ぐらいですか、やっぱり百十ぐらい法令で、まあ、取れてるならば。まあ、そこそこの力がある、基礎力がある。で、そこにみったない形だったりすると、まあ、昨年受けた方恐縮なんですが。まあ、力がまだなかったのかな、ね、いう形になっていきます。はい、それがまず一つお伝えしたかったことです。まあ、二千十八年のものは、お時間の関係で省いておきますが、同じように見ることができます。 で、二ページ見ていただくと、はい、これを伝えたかったんです。二ページの公表ですね。はい。で、結局という書いてあるところ、まあここから一緒に見ていきたいんですが、結局ね、これですよ。ちょっと、ここね、はい、これです。 正答率 AB もしくは重要度 AB どちらでも構いませんが A プラス B を落とさないイコール基礎がしっかりしているとこうなります。昨年みたいに択一が難しい、ね、昨年みたいいに卓が難しい年ですが思ったより点数は伸びてきません。やっぱ自己採点した時に100 40点ぐらいしかないですとか150点しかない方は結構去年多かったですはい結構そうなるとあの僕もぐちぐちち言わわれるわけですよ先生が言った通り A と B めちゃくちゃ頑張ったんですけどなんか微妙な点数ですけど何でですかって言われて「待ってください」と「発表まで待て」という話を伝えているんですが、まあ、ちょっとねこれは事件性的にはあんまり気持ちがいいものではないですけど今年やっぱりこうでしたもんね。はい 結局、まあ、蓋を開けてみた結果ですが、記述採点が甘いので合格点いくわけですよ。はい。百三十点台でも合格している方が今年いたので、まあ結局記述採点の結果合格ということになってますね。はい。で、そうじゃない年もあります。はい。卓一が優しい年もありますね。うん。卓一が優しい年。 これはもともと AB ランクだけできちゃえば得点がぐんと伸びるわけですよ。はい、なので下手したら択一だけで合格ライン突破もありえますよね。えっ、ー、とあちこち飛んで恐縮ですが少しだけ確認しますね。2018年これ1ページです。はい、2018年見ると、まあ、見てほしいところだけね はい、一番下は総計です。取りこぼしさえなければって前提ですけども、まあ、ほぼほぼ合格ラインなわけですよ。でそうなるとどれだけ記述が厳しく採点されてどれだけ記述が苦手だとしても180はいくんですよね、はい。なので結論としては先ほども言いましたが A と B 頑張ると結果的に合格点にはいくんです。 目に見えて、できたなっていう年は、卓一優しい年になりますけれども。昨年みたいに難しくて、思ってる伸びないぞ、目に見えなかったとしても、合格には届くんです。はい。ですから。これ必ず意識してもらいたいと思っているんですが。あの。a. B. C. の c. ランクですよね。まあ、これから。また。勉強していく中で。例えば、レックの過去問集ですか。ちょっと移しますが。 レクの過去問集を見ていただくと、まあ、一昨年からかな正答率がこんな形で出てきますよね。はいまあ生徒率を見たときに、まあ、45%だったりすると僕の中では C ランクなんですけども、まあ、こういったものもしっかり解かなきゃねみたいな感覚になるわけです。うん、ですとかテキストの C ランク表記もやらなきゃねって気持ちにはなりますけどもやるなとは全く言いません。 はい、C ランクはやってくださいだけどどこままでやるかって問題がありますその前に AB ランクをやってからっていう前提もありますはいなのであくまで皆さんにとって合格をするということであれば正答率と書いてますが重要度表記に置き換えてもらっても構いません。はい、AB ランク得点が基礎点、ね 基礎点点といっても合格レベルの点ですであとはできれば上乗せしたいですよね余裕を持って合格していきたいので AB ランク基礎点を取った上でじゃあ C ランク上乗せ点でまあより確実に合格をしていきたいなのであの基礎点をおろそかにして上乗せ点考えても結果的に伸びないですよね。 上見てもらうと C ランクが試験に出ないとは言わないんですやっぱ出ますよですけど C ランクは60問の行政書士試験の問題を考えたときに割合が少ないわけですよね、うん、だどれだけ頑張ったとしても出てくる可能性は少ないんですよ費用対効果あまり良くないですなので AB ガチガチに固めた上でじゃあ C どこまでやりますかって問題です はい、一番下に書きましたが、ね、AB ランクを早めに仕上げてその上で C ランクどこまで仕上げるかです。でこの C ランクどこまで仕上げるか問題があるんですが正直これはねあの予備校に私に。 他の先生にあの任せた方がいいと思います。まあ、時期によりますけど、だいたい6月ぐらいあたりから、まあ各予備校さんでレックもそうですけども、あの出題予想ってどんどん出していくわけですよね。うん、で、出題予想って本当はこうですよ。普段あまり出ないけど今年出そうなものを予想して当たれば本当の予想です。 意思表示が今年出ますよと言って意思表示が出たところで予想にはなってないんですよねはいだから予備校に C ランクは任せてみてください例えば10個 C ランクをね上げたときに2個か3個出るかもしれませんで2個か3個取れたら十分なんですよはい自分で C ランクをやるとどこまででも掘り下げていかなければいけませんですから AB は皆さんができるところ C に関してはなかなか絞るのが難しい分析もしなければいけないということになるので予備校に任せてくださいという形になっていきますはいよろしいでしょうかさああとは時期の問題がありますねこれは皆さんの進捗レベルによって変わってきます例えばこれ今レジメにはね A.B. ランクを早めに仕上げるとありますけれども、早めっていつですかって問題があります。まあ僕も先ほど梅田に到着して横山先生のガイダンスをね、まあチラッと聞いてましたけれども、まあ結構細かくこの時期にこれって話はされてたと思います。ですからそのイベントに参加した方はまあそれを参考にしてもらったら構わないとは思うんですけども、まあざっくりお話をしてしまうならばあの初学者の方 だとすると、まあ夏ぐらいですか、8月とか9月ぐらいまでに AB ランクを仕上げておこうかと。で、経験者の方からすると、まあできれば6月梅雨が終わるぐらいにまあ仕上げておいて、で早めに C ランクに取り掛かるというところですね。はい。まあこのあたりはしっかりまた計画を立てないといけませんが、もうレベルによって変わっていきますね。はい。 2ページは以上という形になっていきますがはい次3ページですねまあここからがいよいよという形になってきますさあ今年合格したいということで今参加してらっしゃると思うので意識すべきことということをお話ししておきますテーマごとに経験者にとって意識してほしいとかえーと まあ初学者と経験者両方認識してほしいことということで、まあカッコ書きにしてます、まあ。皆さんがどの立場かによって、まあ見るべきポイント変わっていきますので、復習のときは参考にしてあげてください。はい。じゃ三ページね。はい、見ていきますが、まあ経験者と書いてますが、まあ初学者の方ももちろん見てもらって構いません。で、合格に向けて必要なことって。 よく名古屋のイベントでお話をしますが意意識識改改改革革革と学習でですす特に意識改革ですはいあのー、例えば昨年頑張ってきて合格点に届かなかったで同じことをもう一回やったら合格点まで行くのかなって考えた時ただ同じ気持ちでやったら多分行かないと思うんです。はい でもう一年同じ気持ちでやると合格点いかないと思うんですね。うん、あとは「演習足らなかったな」って思った時にもうとにかく「演習量だけ増やす」とかねこうそういったものってあまりよくないんですよ。まあ、思考停止的な考えと書いてますがこれが一番まずいですね思考停止的な考えね。はい で例えばはい一つ考えてみてほしいんですうんと今日皆さんに例えば、えー、ご自宅に帰ってもらってじゃ行政手続き法理で,です行政手続き法の条文じゃあ読みましょうか今日の復習ですと伝えたとします時に皆さんはどうしますはい一番簡単なのはてえー 手続き法の条文読めと言われたから条文書を開いて読む、ね、これ一番簡単ですよ。ただそこに何か自分の意識持ってます例えば1条目的読んでおしまい、ね、2条定義読んでおしまい5条審査基準読んでおしまいあ読めと言われたから読んだまあ強みと言いますが読めと言われたから読んだだと何も入ってこないんですよ。 これ思考停止ですでどうしたらいいのかっていうと、まあ、経験者の方というのが前提ですが昨年のストックありますよね問題解いてきたというストック。で条文ごとにきっとポイントがあって間違ってること多かったと思うんですよ。ね、審査基準法的な義務なのか努力義務なのかってところは結構まあ受験生がねあの何回もやって間違えるところです。うん、で問題解く 時に意識したことって条文読む時に意識しないとやっぱりダメなんですよはい。なので今の話って直前期によく起こるのが9月10月です僕もそうです条文読んでくださいって言います時にただ読むとダメです今まで解いた問題のことを考えてあこの五条は文末のここで引っ掛けられたよね確かに間違った記憶がある気をつけなきゃねって読むと変わってくるわけですよ 一番簡単なこと言うと条文読むだけでででも意意識識がが必要すすね、うん、これが意識改革です、はいうん、あとは、まあ、これ言っちゃうともとも子もないんですけども、まあ、今日僕がイベントでお話,をお話をさせてもらったことをそのまま何も考えずに取り入れるこれもあんまりよくないですね。 まあ合う合わないがあるので、まあやってみてちょっと合わないなと思ったら変えていかないといけないですよね。はい。何も講師が言っていることが100%新しいわけではないんですよ。合う合わないがありますから、まあやってみておかしいなと思ったら変えてみるってことも意識改革ですよ。はい。 あとはもう今ネット社会ですねですから SNS を見てもらうとまあ結構私はこうやって受かりました的なものが載ってたりするんですよで、それが間違ってるわけではないですただ皆さんにそれが合ってるかどうかわからないんですよはいあのその SNS の方が例えば300ページぐらいね自分の勉強法ずらっと書いてくれたらいいんですよでも書いてくれてないですよね つまりかいつまんで書いてあるだけですなんでこれやりましたとは書いてますけどどうやってやりましたかとか詳しく書いてなかったりするとそれ一番まずいわけですよ、ね、同じものをやればオッケーではなくてどう使ったのかが問題ね、うん、なのでとにかくいろんな情報が今溢れてますそれをただ受け入れるだけではダメなんですね自分なりに使えるかどうかを考えてみて まあそこでまた取捨選択をしていくこれかなり大事なことですはいなので、まあ、2月のこの時期で一旦考えてもらったらだいぶこの後楽になってきますで考えずに思考停止でやってしまうとね直前期にまた困ってしまいますから今しっかり考えてみてくださいはいさあこれ一つ目ですね意識を変えていきましょうということですはい次さあこれも 経験者というふうに書いておきましたが、改正民法と向き合うですね。うん、もういろんな先生がね、改正民法についてお話をしてくださっているので。今更僕があっていきもしなくもないですが、まあ少しだけお話をさせてください。はい。例えば経験者の方、まあ昨年ね、民法の勉強をされてきた方からすると。 民法だけはもしかしたら、初学者に劣るかもしれません。何が。経験者は、入れ替えないといけないんですよね、知識をね。はい。まあ、危険負担とか、担保責任とか、考えガラッと変わっているわけですよ。だから、昨年頑張った方ほど、入れ替えるのが大変です。もう考え方も変わりますから。はい。 で、入れ替え作業をやっているうちに、初学者の方はもう何も知らない状態から改正民法をスッと入れていきますから、そこで抜かれる可能性はあるんですよね。うん。だって改正民法の趣旨って国民にわかりやすい民法です。なので、初めて民法の勉強をする方からすると、昔よりわかりやすくなってるんですよ。だ入りやすい。でも経験者の方からすると。 分かりやすくなっているはずが知識が混同して入ってこないということがあるのでちょっと改正民法の向き合い方は学習経験者の方は気をつけてください。はいあと大丈夫だと思いますけども間違ってもこれはなしです。それは 改正部分だけの学習ね。これはダメですね。はい。まあ今日得点配っているわけですよ。あれ基本改正部分だけあのお配りしてるんですね。よかったら見てもらうといいんですが、あの結局条文があって解説してます。で前後はないんですよ。 ある条文の改正部分だけ解説をして前後はないんですねはいとなると前後関係わからないんですよ端的にここ変わりましたって言ったときに前後関係で試験出ますからトータルで理解しないとわからないわけですよね、まあ配っとっては何ですかねうん。なので改正部分だけの資料を見てもいまいち頭に入ってこないんですですからどこかで まあ当たり前ですからよく僕も名古屋で言われるんですよ「改正民法だけの講座って先生ないんですか?」って言います。あのまあ、作ろうと思ったら作れるわけなんですがあえてしなかったのは、まあ、そこだけやったらいいかなって思っちゃう方がいるからです。 なのであの改正部分だけの学習だけでは足りないぞ全体的な学習もいるんだよってことは抑えていただきたいなと思います意識した上で改正部分だけのレジュメ今日配ったので一、まあ、回見てみるといいかもしれませんね。はい、あとは行政書士の試験が11月ですね、うん、って考えるとあの資格試験的には遅めなんですよ。 で今のところ改正民法が初めて国家試験で出てくるのってまあ4月末5月あたりの公務員試験総合職国家公務員の総合職試験ですとか予備試験この辺りが早いですで7月ごろに司法書士試験が来ますよねなので今正直手探りな面がありますどれぐらいのレベルで改正民法が来るのかまだわからないんですよはい もしかしたらあの皆さんが今から勉強するものまあ例えばレックのねオークモンだったりするとまあ当然これ改正されたものに対応したあの形になってますがそのレベルまでやらなきゃいけないのかもしくは初年度だから優しいのかってまだわからないんですねで正直改正に対応した過去問って内容的に優しくはないです。 なのでそこのレベルまでいるのかどうかは正直わからない。なので一つ予備校が出すもの、まあ僕も含めてですけども、5月から7月にかけたあの各試験の公務員ですとかね、司法試験の民法の問題を見てみてください。でだいたいレベルがわかります。これぐらいのものかなっていう。なのであの特に僕もそうです。 5月の公務員試験ぐらいからまたあの伝えたいこともあるんですけれども、まあ、そこをしっかり見てくださいただそこまで皆さんが勉強を待つわけにもいかないのであのまず皆さんは、まあ、今与えられたものでしっかり勉強していただく、ね、でその上であの民法の今年のレベルというものを確認していただいて直前期に備える、ね、ことをやってみてくださいはいよろしいでしょうか 今が3ページの改正民法と向き合うんだということですはいで次4ページねはい見てください,いで民法と向き合えよと言った後に民法以外と向き合えよですで今も こういう受験生増えてきてます。民法を頑張らなきゃねですよ。もちろんそうです。頑張ってください。が。今のところ。民法の配点って増えるとは言われてないですよね。割合が増えるとは言われてないわけですよ。なので、今年受験生の勉強の内訳をね。こう出してもらうと、きっと民法の比重高いんですよ。絶対に。 それはは初学者者ででであってもも経験者でも高くなるはずです意識が向くので。ですけどもともと民法って何問中何問取れば合格ラインかと考えた時卓越9問なんですが大体いい9問中5問ぐらいなんですよね。はい、で行政法に関しては19問中15問ぐらいなわけですよ。でこれって多分今年も変わらないと思うんです。 ただ例年に比べて受験生の勉強時間が同じと考えた時割合が民法に傾くので行政法に時間かけられない、ね、かからない方がいます。となると行政法の点数が下がが下る可能性がありますで民法が上がるかっていうと民法もなかなか取りにくいので頑張った民法が上がらず時間かけられなかった行政法が下がるといったらトータル下がっちゃうんですね。はい なのでこれ、本当にあ,のあり得ることで民法に意識が向きがちな今年の受験生に対して注意を申し上げるとすれば民法以外をやっぱ頑張りましょう。ねいうことです。行政法は言うまでもないんですよ。なので行政法はチェックもしないんですがやはりね、処方、会社法です。年ぐらい前 まで遡ってしまったら、まあ、正直ね、なんか全部四つければ大丈夫っていうことがあったんですよね。はい。でも今は違うと思うんです。名古で講師やってて、四年目ぐらいですかね。あの合格しました先生っていうふうにおっしゃってきていただいて、で、すごく感謝の言葉をかけられるんですけども、一番良かったことはって前置きがあって、先生が授業で会社法は 多分４が一番当たるから４にしたらいいぞって言われたことを信じて４つけたら３も当たりましたと先生ありがとうございますそこですかってあの話になってしまったんですがあのまあ当時はそうですよでもきっと４がいいとか２がいいはもう試験に分かってますよねで昨年バラバラだったじゃないですかだからあの僕最近言わないですはい２がいいとか４がいいって言わないですで先生どうしてもっていうと 確率的にはまあ2か4だけど言ってないよと言います当たんなかったじゃないですかって怖いんで,、はい、でその商法・会社法は昔は確かに難しかったです、うん、やっても解けないことが多かったのでだったらまあ2か4ですよとでその分ねあの民法とか行政法に当てましょうだったんですがここに3年とか見るとね優しいもの優しいんですよ。 もう株式会社設立って毎年出てきていて出てくるものが過去問レベルなんですよねやったらできるんだけど今日最初に伝えましたが C ランクになっちゃうわけですよ正答率が、うん、だからもったいないですねなのでまあ商法解消法の基礎だけでも構わないのでしっかりやってあげたらあの得点は上がると思います頑張ってみてくださいはいさあということですね あとはこの四ページ下に行きますね。<laughs> はい、これ初学者経験者両方なんですが、アウトプットの意味を考えるアウトプットの意味を考えるです。はい。でちょっと、ね、誤った受講生受験生意識というものを書いておきましたが、あのこういう方いますね。問題解きまくれば似た問題が出てくるかもね。 だから解きまくるんだですね。まあ数てえば当たる理論で解きまくるっていうアウトプットあります。はい。まあほぼ同じ意味ですが、まあ問題通じて解説見ながら知識を蓄えるね。だから問題解くんだって方がいます。でこれ問題解いてますからアウトプットと言えなくはないんですが、これ言ってることはアウトプットでも現実 インプットなんですよね。問題解きながら結局覚えていくわけだから、これインプットなんですよ。はい。ってことは、うん、あの書くまでもないことを書きますよ。例えば、合格ねラインがこの四角の内側だとしたときに、あのアウトプットだけで。 そこの、ね、合格ライン突破しようと思ったらもうあのこの点が問題とするともう点打ちまくっていくわけですよ。ね、もう解きまくってこのラインの問題解きまくってねはいでもうストックつけてこの中のどれか出たら解けますってこと。はい、でこれ膨大ですしこの合格ラインの外の問題もきっと 何かわかりませんが、めちゃくちゃ解いてるわけですよ。うん、効率も悪いんです。ただ、めちゃくちゃ解いて、しっかり頭に入れることができるならば、多分わかります。うん、でも、なんか違うんですね、これ。はい。なかなか、これ難しいわけですよ。はい。なので、これはちょっと変えていただきたいです。もともと。アウトプットって。 こういう意味なわけですよまず頭の中にちゃんと知識入っているかどうかが前提です知識が入っているかどうかの確認そしてそれがすぐに取り出せるように整理されてるかどうかの確認ですよねはい。本来のアウトプットってインプットの知識があって出せるかどうかなんですよ なので、前提の知識がない状態で問題解きまくることに意味ってあまりないんです。はいなので、問題解くなでは全くなくて問題解くんですがあの問題解く重要性考えるならばインプットも大事なんです。はいなので、これだめね。 もうアウトプットアウトプットアウトトプットとこれはダメですアウトプットアウトプットアウトプットダメですはいそうじゃないあのまずインプットがあって知識出せるかアウトプットをしで出せなければもしくは確認で戻ると。 まあ一般的に言われることですね、はい、インプットとアウトプットはとにかく繰り返せと、はい、いう形あの反復してくれって話ですよ。うんまあ、当たり前のことを言ってるんですが反復してくれと、はいで。それだけ伝えるんだったら何もあの難しくない。ですが今日はこの反復。 繰り返すときに何を意識するかということを伝えます。はい、5ページです。ちょっと印刷が不鮮明で恐縮なんですが、これ矢印が一応ついてるはずでした。こんな形で、はい、ついているはずです。でこんな形で、はい、一応四角でくくっていたつもりなんですが、すみません、僕の プリントが薄くて、原本が薄くて。なくなってますが、一応こんな形でアウトライン。つけておきますが。はい。まあ、こんな形。うん、ですね、うん。で、まずインプットが先に来るのは間違いがないです。インプットが先に来るのは間違いない。 まあその教材としてはお使いのテキストないしはくんですね。まあこれは変わりませんでこれを問題演習するときにまあ考えていただきたいことの話になっていくんですね、うん、例えばになりますけども月とか10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 月とか を考えたときにこれがある程度できるといいのかななんていう理想です全部はできないと思いますはい。これどういうことか先ほどの条文強みでも話しましたがテキスト読んだときに問題が思い出せるかどうかという話をしましたね、うん、その話がもう1回出てきます でそれを行うためにどうしたらいいかを少し話していきたいんですが、えー、例えばね皆さんが普段使っているテキストがあると思うんですで僕は今日ねあの自分で書いた取説持ってきているので取説を写す形にしますが、まあ、どんなテキストでもいいですよ。うん、例えば、まあ、どこでもいいです。 まあ民法の、ね、適当にこれ今開けましたが開けたところにまあ取説余白をもともと作ってるんですがどんなテキストもスペースはありますよね。でそこに例えば皆さんなりにこうアレンジをしてしてほいんです例えばこれ「第三者の脅迫」っていうたまたま開けたページありますが、はい、まあそんなのないんですけどねあのないというかあの第三者保護 やされないんですけども、はい。例えばこの第三者の話、そうだな。ごめんなさい。第三者の詐欺の方がいいかな。一応ね。はい。第三者の詐欺っていうのがありますけども、例えばそうあったとき、横に例えばですよ。例えば自分が解いた問題の番号を入れとく。 例えば適当にこう何か解いた問題の番号を入れとく。例えば36番と38番でこの問題解いた。あとは別の問題集ね別の問題集で例えばトリセツにも問題集があるので例えば取説の,との「と」のこれも番号は適当です。56番目の選択肢の4番とかね。 でさらに、えー、過,去問過去問の例えばですよ過去問の2013年の27の3とか、はい、あとはこれから受けるだろうもし、ね、もしの2回目の29の足の絵とかとにかくあの第三者の詐欺 に関して出てきたものは全部書い解くんです。うん、で解いておいて意味があるかというとあのあるんです。例えばある程度勉強進んでテキスト変えろうかなと書いて第三者の作業を見るよの時に一回これ全部やってみてください。うん、あのバラバラの問題集です。 4つのバラバラの問題集ですが一回面倒くさいんですが番号を拾ってやってみる、ね、と大体あ第三者の詐欺って同じような事例だよねって分かってきますよね。まあもっともっと問題解くならば例えばこれでも択一の問題として考えてますがもしかしたらこれ、えー、と何かの問題集の問題集の 記述の三十番目かもしれないですね。となるならば、卓一でこんな聞かれ方がしました。記述ではこう変わりましたっていうのが、まあ、一覧できるわけ。ね、このテキあの問題集またぐってことを基本的に受験生しないわけですよ。一、ね、つの問題集を解いて、で、次に問題集を解いて、過去問を解いて、バラバラですね。 1> で1回か2回でもこれ全部やってもらうと例えば直前期皆さんがテキストを見たときに「あ確かこの詐欺の問題は、うん、問われ方はこうだったね」事例形式でこんな形条文の言葉でこんな形記述だったらこうっていうのが頭の中でイメージができるはずです。うん、でイメージが できるようになっていると、もうこれ最強ですよ。問題解かなくても問題のイメージがつく。問題解いていると同じです。はい。あくまで理想なのでどこまでできるかにはなるんですけども、まあ一応こんな形を考えてみてください。で一番いけないのは、まあせっかく野田が言うならばやってみたと書いてみた。直前期読んでみた。 読むときに意識ないといけないので読んでおしまいだと意味がないです。読んだときに自分なりに解いた問題を思い出そうという意識が持てるかどうかですね。はい、そこの一手ですがあるかないかでだいぶ変わってきますね、はい。というふうに考えてみてください。さあレジュメ戻していきますが今お伝えしたのが。 テキストを読んだ時、まあ、インプット時に問題が思い出せるかどうかです直前期にこれができれば理想ですねはいなのでまあテキストを読んでで問題を解くときにあ事例ばっかりなのか条文なのかがこう分かればいいですね、うん、あとは使うものはまた考えていただきたいんですけども まあ、なかなかね。いろんな問題集があります。なので、まあ、どれを使うかどうかというのは、皆さんがまた選ばなければいけないことにはなりますけどね。まあ、過去問プラス何をするかの話です。まあ、その中に後で説明しますけども、取説問題集入れてもらうといいのかもしれませんね。公務員試験とか司法書士とかの問題をアレンジして入れてますから。はい、という形になっていきますよと。 さあもう少し学習法話をしていきます6ページ6ページはいさあこれもねものすごく大切なことです復習のタイミングと試験日までの目標まあ復習のタイミングですね、うん、で映し出しているものはエビングハウスの忘却曲線 有名なものですねある実験で特に意味がない英単語を覚えさせてで何日後にどれだけ覚えていますかという話なんです。で法律は意味がありますから多少これ曲線変わってくると思うんですがとにかく勉強したものも何もしなければ忘れていくんだということが分かればいいです。うんはい、じゃあどうするのか。 忘れる前にやはり繰り返すしかないです。忘れる前に繰り返すしかありません。はい。で、今から二つのお話をします。これは僕の今写しているもので皆さんにはないです。はい。あの二人の合格者の話をします。特にこれに何かを書くわけではないので写しているだけです。 一つは復習のタイミングについて。以前ですが、3年勉強して合格できない方がいました。で、どうして合格できないのかという相談を受けたんですね。で、3年やって合格できないと正直どこに問題があるかってすごく分かりにくいんですよね。勉強もしてる。もしては点数が取れてる。でも本丸取れない。 まあもちろん本番のプレッシャーが弱いとかありますけどもそうでもないんですよ。となると結構30分とか話をしていてんなんでかなって思うわけですよ。でチラッとその方が持ってきた教材たちを見たときに問題集があったんです、ね。問題集があったんです。で問題集は別に一般の方が使っているものと一緒。ただ見してもらっていいですかって僕は言いました。 どうぞって言いました。でそこにはこんなことを書かれてました。はい、一応書きましょうか。見ておしまいね。例えば問題を解くときに、あのゴースすると一二三四五ですね。で例えば日付書く方っているんですよ。ね二月の十一日 に解きましたと。で見たときに、例えば誤っているものを探せという問題で、丸丸三角三角三角と、はい、まあ答えが出なかったよと。で次見ると4月の13日と、で見ると丸丸バツ三角三角。 答えは出てるけどまあ完璧ではない。次、6月の8日1丸2三角3抜4丸5三角。なんか成長したかに見えて成長してないですね。あれできたものができなくなってるね。で次8月の 二十六日、はい、丸丸三角丸三角、あれ？ここまた退化しましたね。ここはずっとできてない。はい、わかります？復習のタイミングがちょっとおかしいんですよ。二ヶ月ごとにやってます。で、人の記憶の持ち方って それぞれなので一概に言えませんが多分この方のことを考えたとき2ヶ月って多分空きすぎなんですよはい。どんだけやっても何か抜けちゃうんですなのでその方に一つだけ言ったことがありますこのタイミング何とか縮められませんかとね、まあ一ヶ月とかに縮められませんかと言いましたそれしかアドバイスしようがなかったです僕は 他はやってたのででその方その年合格しました今まで1回も本試験180いかなかった例えば160点とかそれぐらいだったでもその年その方が取った点数は220点ですはい、勉強時間は変えてない、えー、テキストも変えてない問題集も変えてない唯一変えたのは学習のタイミングを少し縮めることです なので皆さんにとって何を変えたら劇的に変化するか正直わからない面がありますただよくあるのが復習タイミングが長すぎていつまでたっても記憶が曖昧ということは結構ありますのであのこんな形にならないように感覚を縮めてもらう意識は必要ですねはい。これ合格者 A さんの話もう一人 ビザの話です、はい、これもねずっと一緒に勉強していましてで8月9月ぐらいにその方が私のとこに来て、まあ、お話をするわけですよ。東京に出張が決まったんですと。 でかなり忙しい部署なので勉強できないかもしれませんと今年受験やめましょうかって話だったんですけどももったいないじゃないですかそこまで頑張ってきたのでなので一応願書は出して受けましょうと言ったわけですでそこから音沙汰はなく、まあ、合格発表の時に電話がかかってきました東京からその方です先生受かりましたとあよかったですねと勉強できましたかと いやーできなかったですよとえでも合格しましたよねはいえどうしたんですかでて僕う聞いたんです僕はそしたらこう言いましたこれ皆さんね6ページ、はい、見てくださいその方はこんな形でした横に一直線矢印入れてます まあ今が2月なので2月というところそして9月は人によって変わるかもしれませんが、まあ、9月、10月とあります。で、その方がちゃんと勉強できたのは2月から9月2月から9月ここまで、はい。で、ここまでにやったのは、まあ、今日の話を使っていくならば AB ランクはい AB ランクを徹底的に習得ですまあ全て暗記ではないんですがまあ最終的には覚えると、はい、いうことです繰り返しとにかく繰り返し、うん、でここまでは勉強できたんです で9月ぐらいから勉強ができなくなったんですがその方が直前期やったことは AB ランクのえー、っとまあ「早期」って言い方をすると分かりにくいんですが思い出し思い出し。うん思い出し 僕は覚えることと思い出すことは別だと思ってます。はい。覚えるって結構大変ですよね。時間かかると思うんですよ。はい。ただ思い出すのってそんなに難しいことではないんです。よくあのクイズ番組とかでねあのクイズを受けてるときにここまで出てるけど浮かばないことがあって、でその時にねなんかお助けのボタンを押すと一文字くれるとかありますね。 1で一文字もらえると思い出せるわけですよきっかけですそうなのであのクイズのことを考えると知識はその方は持ってるんですよ覚えてるのただその時思い出せなかったらどうするかきっかけで思い出すんですはいつまりその合格した方というのはとにかくまあ9月8月までは徹底的に AB ランクを習得するでそうすると仮に その後忘れたとしてもきっかけで思い出せるそれはテキストを読むことかもしれないし条文を読むことかもしれませんし問題を一問解くことかもしれません。あとは目次学習といってテキストの目次を見ながら何かを思い出してたかもしれません。何かかのきっかけでで思い出したんですなので勉強時間はその方は9月からほとんど取れてません。 やれたたここことととは今までで見たことを思い出すことです、はい、なので皆さんにもこれはお伝えしておきたいと思って今説明してますけども AB ランクとにかく習得を先にしてくださいで直前期思い出してくださいでこの時期は9月設定にはなってますが正直これは前後しますねまあ後ろまずいんですが。 あのまあ経験者はもう少し早くなるのがやはり理想ですけどね。うん、で初学者の方で遅くてもまあ模擬試験シーズンの9月までにはしっかり、はい、AB ランクを習得してもらいたいという形。でそれができるならば。 あと C ランクね、はい、C ランクに関してはもちろんこの AB ランクやりながらやる方はやってくださいでき,なくたできなかったら、はいまあ、直前期のところで頑張って習得をするとただお伝えした通り一部で、ね、全部無理なんで予備校を活用して一部だけでも覚えていくと。 はい、という赤で,ーーで書いたのが基礎の部分180でさらに上乗せしたければ青の部分ですなのでもっと具体的に計画を立ててもらいたいんですが大雑把にはこんな形でいてください。ね、AB もとにかくぐぐぐぐぐる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 るぐるって、ねはい、やるわけで,すよでその時に先ほど伝えたインプットアウトプットを交互にやっていくんです。 はい、という形になっていきます。うん、なのであのー、何を使ったとしてもこの方法論は基本的に変わらないと思うんです。はい、で今日残りの時間でお伝えをしていきたいのはまあせっかくです今日僕は梅田に来てお伝えしたいことはうん。 やはり自分が書いた本ですね。あの最後の最後ですけども、自分が書いた本、まあ合格の取説があります。まあこれをもし皆さんが使うのだったらどう使えばいいかの話をします。絶対使ってほしいわけではなくて、例えばこれを使って話をする中で、あ自分のテキストでもこう使えばいいのかというのがあれば、それは参考にしてください。はい。さあじゃあ。 7ページですね、はいえー、合格の取説活用法、まあ、少しお時間くださいちょうど、まあ、レックの、ね、出版部の方東京にいますけども「えー、書籍を、ね、執筆しませんか?」なんて言われたのが1年前ですねで。その時から言われていたのがコンセプト、はい、3つですと「すいませんとにかく分かりやすく書いてくださいと」となるほど。 そして、まあ、基本、読学者にはなるんですが無理なく読み進められることを考えてください。分かりましたいいんですよ3番かつ合格レベルの知識を身につけられるテキストを作ってくださいと。両立難しいですこれ、うん、分かりやすい、読めるでも内容足らないというものも結構あるわけですよ。なかなか、ね、1番、2番と3番の両立難しいんです。 やってくださいとなのでまず執筆するにあたって考えたことがここにあります。はい、取説に関してはあのマスターした場合250点取れますすテキストでではないですつまり A ランク B ランク C ランクが全部網羅されているものではまずないです。はい、で作ろうと思ったらできます。 けどそんなテキストって言い方悪いですけどもあまりに細かく書くと途中で読み進められない方が出てくるんで全員が使えないと。うんまあ、つまりやっぱり市販のものよりも予備校の講座で使っているテキストの方が詳しいわけですよ。ですからの 基本テキストは予備校の,あの授業の合格講座講義録って言いますでその方が絶対詳しいんですよ取説よりはいでも合格講座講義録ってそれだけ渡されても基本使いこなせない方が多いですやっぱ授業とセットで効果出てくるんですよはい結構レックとかにもあの合格講座講義録売ってくれませんかっていう話あるみたいですけどもそれが渡されて じゃあ合格できますかっていうと多分使いこなせないんです、はい、あれは講義と一体で使えるいはなのではなのでまずマスターすれば合格ラインは乗るよと180はいけるよつまり今日の話を書いていくと。 AB ラ, AB ランクはちゃんと入ってます。とと AB ランクはちゃん入ってまでかつそれで全受験生が使えることはい全受験生が使えるこれですねはい、うん、途中で読まなくなるとか使えないなってことがないテキスト問題集これを目指しました。 で、そのために、じゃ、どういう形式にしたのかというと。まあ、今そんなに珍しいものではないです。フルカラーテキストって増えたんですよね。最近ね、本屋さんに行くと、フルカラーばっかり置いてますよ。はい。で、僕ずっと研究して、フルカラーの本、ずっと見てたんですけど。フルカラーって。必ずしも読みやすいわけではないんですよね。見やすいわけではないんですよ。色使いとか。 あのいうことを考えると、読みにくいものもあるんです。例えば、執筆者側で。よく出る重要なものだから、蛍光ペンの色を引いてあげましょうか。なんて最初からやっているテキストもないことはないんですが。あのそうなると、自分で引けないんですよね。はい、ここ自分が覚えてないからって。引こうと思ったけど、もう線が入っていると。で二重で引いたら、分からなくなりますから。 できる限りそれを避けたいとことを考えてあのカラーですけども、まあ、基本的にあの黒とか赤が基本ですよね、うん。もちろんイラスト的にはカラフルですけども本文は黒とか赤です。うん、この辺は少ししし意識しましたあとは僕が普段講義で伝えていること先ほどね書いたかもしれませんが。 そうですね。こんな形で余白に書き込みができることです。解いた問題を書けることができるっていうことが僕の理想だったので余白を多めに作ってます。はい。この点で見やすい使いやすいという伝え方をしています。はい。あとはこれは分冊でね、えー、お話をしていますけどもも元々ってこうですよ。すごく分厚い。 全部ででページです、ねはい、持ち運べないわけですよ。うん、なのでこれはいまだ今更ね考えると基本ですけども、まあ、分割ができますって形なので今日民法と六法を持っていこうとか憲法と六法を持っていこうという形で、まあ、気軽にねかばに入れていただける、ね、こんなテキストを作りました。はいまあ、持ち運びに便利五分札セパレート方式ね あとは三つ目のところで、まあ視覚に訴える豊富な図表的、えー、図表イラストとあります。うん、まあとにかくあのー、図解は多いですね。はい図解は多いです。もう毎ページ基本図解は入ってます。え特に民法ですけども図を描けないと問題解けなかったりします。でも図を書けと言っても見本がないと書けないわけですよ。ね。 なのでできる限り講義使いで図をつけましたので似た問題が来たら似た図を書きましょうねってことができるよという形。でも使えます例えば問題文を見ていて今までと違う図が出来上がったんだったら何か答えも違うわけですよ。見てきたものと同じ図が出来上がれば答えも一緒のはずです。違う図になると答えも違うかもしれません。 ということでちゃんとした図が書けるイコール本番で間違いに気付けるかどうかもあるんですねはいなので図解は多めにしてますあとは図だけでは当然示せませんから表なんかで覚えてもらいたいことはちゃんと書いてますはいあとはね似てますかどうですかはいあのイラストをね こういろいろ考えてくださった方がいて、いくつかこう出してもらったんですが、一番似てるかながこれでした。はい、あの羽ぐらいね、頭のね、これぐらいかな。はい、似てるのはね。はい、まあでも気に入ってこれにしましたけども、はい。とにかくズバッと解説という形で、あのなんでそういう結論になるのかっていうことは多めに書いておきました。うん。なのであのしっかり解説見てもらうと理解もできる形にはなってますね。はい。 あと力入れたのは何かというとまあ見てのお楽しみでもいいんですがあの一息ですねうんまあ勉強疲れたら見ようかなあの一息は結構力入れましたはいあのね結構試験では出ないのである事件の裏話しないんですけども。 はいまあ、よかったらこんなものもありますんで見てくださいということで一息をつけています、はい、あとはとにかくもうテキストを見ながら問題は解いてもらいたいので過去問チャレンジこれ多めにつけてます多分他のねいろんな書籍ある中で過去問一番載っけてるんじゃないかぐらいテキストに載っけてます。なんで覚えて解けるかどうか覚えて解けるかどうかでまた確認する。 つまりインプットアウトプットインプットね、はい、これがしやすくはなっているのでまずあの特徴として挙げていますあとは、はい、問題集とやはりセットにしていただきたいんですねはい問題集がありますあこれそうそう言わなきゃいけなかった中継先に名古屋本校あるんですけど名古屋本校 のものを持ってきちゃいました。<laughs> あの閲覧読み本これ名古屋本校です。確かスタッフさんに言わなかったので、今頃取説がないぞって言ってるかもしれませんが。えー、名古屋校のものです,すいません。あの帰ったら謝ります。はい。えっと問題集ね。で問題集も頑張ってえー、っと作ったんです。厳選220問ですね。うん。で今日一番最初に伝えましたけども、僕自身が、えー、公務員試験も担当しています。 なので公務員試験も含めた多資格試験問題分かっているんで、まあ過去には出たことがないけども今年出るかなみたいな問題を抜粋して載せてます。これもしんどかったです。ね、時間ない中で愚痴ってもいけないですけどしんどかったです。あの、まあベースの問題があるんですよ。公務員試験ですとか司法試験で出版部のからあの問題集作ってくださいとあの。 原稿ありますって言ってめちゃくちゃ問題来るんですね。あの司法書士過去三十年分民法とかあの予備試験過去十年分とか公務員試験全般がもう全部来るんですよ。だからもう千問超える単位で来ててもっとかなで選んでくださいでさらに読みやすくアレンジしてください半分発狂ですよねあの夜中にうんって考えながらやってましたけどもはいで厳選した二百二十問です。 で厳選するだけじゃなくて、はい、こう見ていただくとそうですね、えー、どこが一番分かりやすいんですかね。例えばこれ解説,部分です解説部分の右の方に選択肢ごとにテキストのページ入ってます。よくあるのが「問題通じて第何章ですか?」 記載はあったりもしますけど選択したい1番の問題の関連は72ページとか2番の関連は93ページとかこれやってる問題集意外に少なかったんですよねなのでもちろん解説自体も分かりやすくは書いてるんですがやはりインプットアウトプットインプットですから最後インプットに変えるときにいちいちテキスト何ページかなの拾いは結構時間かかるんですよ なのでその手間を省くという形であらかじめ番号が入ってます、えー、ページ数が入ってますうまくこれ使ってもらってぐる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 繰り返していただく、ね、そのために作ったのがこのリンクですですから、まあ、完全リンクっていうのはそういうことですねうんあとはもう少しだけお時間ください例えばですけども これ取説問題集の問題13番、これ憲法を写していますが、えーあ、失礼、14番か。で出典は本試験ですつまり、必要そうなものは過去問入れてるんですね。はい、でこれ、経験者の方だと分かるかもしれませんが。 法廷内における傍聴人のメモ採取を禁止するレペタ訴訟ですね、うん、で、2013年卓一ですで、本試験はこれ以来レペタ訴訟は基本的に出ていませんじゃあ2020年の今年の試験考えたときにこれが出るとしたらどうかと考えるわけです一番わかりやすいのは形式が変わる卓一から多種選択に変わる で想定した結果問題14は過去問です択一。で問題15に関してはこれ次の文章は最高裁判所判決の一節と書いてますがこれ「他史選択」のレペタ訴訟穴埋めです。はい2013択一が2020他史に変わったらこうじゃないかというものをはい。 オリジナルで作ってますなのでこの220問はあの予想も入ってます僕のこうなんじゃないかなっていうねはいなのでこれを解いていただくイコール今年の予想も解いているというふうに考えてみてくださいあと同じように考えていくと例えばこれ民法の意思表示なんですが問題40 あいうえお、択一。で、問題四十一は。記述です。よくあるのは、択一式過去問問題集と記述式問題集が分かれていること、結構ありますよね。はい、まあ、その方が。お互いにたくさん問題載せられるので、いい面もあるんですけども。僕のコンセプトとしては、択一が形変わって記述だったらどうかを。 同じ問題集で確認してもらいたかった。あえてこれ択一パートです。とか記述パート分けてないんですね。40が意思表示の択一。これが。記述で変わったら41っていうようになってるんではい。これ僕なりの。まあコンセプトがあります。うんですので、あのすでにテキストを持ってらっしゃる方であった場合は問題集単独で使ってあげても全然いいですし。 まあこれから勉強していく方ですとかね、まあ普段テキスト持ってますけども、まあ、図表が合うから使ってみたい使いやすいと思っている方はこのテキストもセットで使ってもらえるといいかもしれません。はいうん、なので、えー、っと7ページの下あたりですけども、はい、例えば今これ見ていらっしゃる方が予備校を使っていない方はい読学者ということであれば テキストと問題集ぐるぐる繰り返してください。A、B ランクを繰り返して土台固めてください。で、よければ夏以降のところで模擬試験直前講座を受けてより高みを目指すという形を取ります。そして普段から予備校を使っている方からすると、はい、まあメインはそこで使っているテキストだと思います。 なので普段は予備校を使っているテキストで行政法の勉強しているじゃあ空き時間とかにうんさらっと読めるものとして取説の民法ですとかねいうことで変え変えてもらっても構わないですはいとにかく予備校の講義ってもちろん A と B もやるし C もやりますたまに何が大事かって分かんなくなりますけども取説はもう基本 A と B ばっかり載ってますから。 取説見てもらうとあ授業でやった内容のここが特に大事なんだっていうのが分かっていくのでぜひねあの読学者の方もそうですし予備校を使っている方もねうまく取説のテキストと問題集を使ってあの AB ランク仕上げていただけるといいんじゃないかと思います。あとは最後になりますけどもはいこれ僕今写すもので皆様のお手元にはないんですが。 ブブロロググ紹介最後にささせててくださいあれ今2つブログ始めていますで1つは、まあ、これずっと56年前からやっているので、まあ、多分「野た行政書士」って言うと検索で出てきますけども、まあ、基本僕がやっているブログです、まあ、今ちょっとね宣伝とか多いので見ても面白くないんですが、まあ、これからは勉強法ですとかそういったものもつけていきますで新しく先週から始めたのが はい、あの行政書士合格の取説シリーズ「ズバッと学習コンパスト」はい。えー、どういうものかというのはまた見ていただけるといいんですがまリ、あ、セ説をまあ書いたものとして、えー、まあテキスト読んでもらってさらにこう深めてもらおう、ね、内容を深めてもらうということでこう不定期でで更新しているものですあの紙面の関係で書ききれなかったことはあるんですよね。 なので基本取説テキストで十分なんですが補足で「これどうですか?」とかね「この判例少し細かく見れますよ」ってものをアドバイスとして載っけているのがこの学習コンパスねという形になっていきます。まだ更新始めて56個しか記事がないので憲法の頭ぐらいしかないんですが不定期にやっていくので普段取説使ってない方もそこを見てもらうとあこれ復習しようかなって気持ちになりますのでよかったら ブログ2つやってますけどね2つお気に入りに入れてもらえるといいんじゃないかというふうふに思います、はい。ということであの個人的には今日初めて、ね、収録をするということで、まあ、なかなか緊張してあのおりましたけどもあのまた今後も、ね、こんな機会いただけるといいかなというふうふに思ってますのであの今後ともどうかよろしくお願いいたします。では 今日ですね私からのお話は以上となりますので2020年絶対合格を目指して頑張っていただきたいと思います本日はどうもありがとうございました